こんにちは、ドクター熱血です。さあ本日2020年9月16日新しいガチャがやってまいりました。ガイデンオリエンタルソサエティガチャで、まずはチケット、まあ経験上パックでは出ない。はい、星5確定ガチャチケット、オリエント。ゲーム空間では僕が神、つまり全ては僕の手の中なんだ。マジか、ここで来た即行きを未所持、マジか。もう多分1ヶ月以内にパックで来るのに、これにより常設すげえな、マジか、常設がもうほぼほぼ全部で、持ってない常設は2体ですね。ギーズとリメイクアマガイ、この2体になりましたね。マジか、そらびっくりするわ。まあでもパックで来るから、もう別にパック買えばよかったんだけどな。さあ気を取り直して、新キャラ2体出るまで行ってみよう。久々に上下下左右、あ間違えた久々すぎて間違えた。ここでね、上下下左右、パーツカモン。完璧な乱数調整。場が水上となった程度で隠密軌道の力が封じられることはない。この前飛ばしちゃったから気をつけつつ、それこそNo. 20連。はい、30連。チュポン、勝手に入っていいんだよ。40連。残白刀などなくとも俺が最強なんだよ。目的には3枚、あれ音が、ようこそ、うね、あら、はい、確定の50連。そろそろ1枚欲しい。上等だ、久しぶりの戦いに腕が鳴るぜ。空格さん、はい、まず1個目、
さあまた行くよ。60。70。来ないね。前抜きとか来ていいんですよ。80。来ないね。90。確率を下回ってる。これは来るだろう。残白刀などなくとも俺が最強なんだよ。こうはこれレベルマリーチですね。さあ確定100連。ここで2枚欲しいな。無益な争いはしない主義なのだけれど。いいね、ネリエル。今度は私があなた。無益な争いはしない主義なのだけれど。織姫来てちょうだい。すごい4個ネリエルがあるよ。本来ここでやめるべき織姫一体を追うんだったら、織姫、あ、2番目か。10月2日バーンザウィッチとかぶってますね。できればここで引いときたいな。まあ、もう一個効果が出るか、もうちょっと先か。絶対やめといた方がいいと思うんだよな。残白刀などなくとも俺が最強なんだよ。これでレベルマもう一個かな。最中、特別抽選用に。なんだろうな、なんかいける気がするんだけどな。
全く2枚抜きが来ない。拒絶もされない。140、これは来んだろう。からの織姫。奥義に宿る6つの精霊の力、見せてあげる。よし、俺的に140連で揃えば全然ありだわ。かなりいいんじゃないの。完璧じゃない。私の剣技に見とれるといいわ。どうかしら。邪魔よ。二刀幻影。私の剣技に見とれるといいわ。レイドでこれ楽だろうね。ラスト。勝負といくか。通常の回に広くね。導入は随分出が遅い。行くぜ、カッサ大砲。俺から逃げられると思うなよ。行くぜ、カッサ大砲。俺から逃げられると思うなよ。一応進歩でキャンセルできんのか。はい、今回オリエンタルサイティガチャ140連で全部ゲットしたぜ。はい、明日からキャラ紹介やっていきたいと思います。いやー、いいね。
気持ちがいいよ。1、2、3、4、5、6、7、8、今回のガチャ、トータル 6%。 僕は140連で 1、2、3、4、5、6、7、8 体で 5.7%。 確率は下回ってるけれども、当てたキャラがピンポイントでよかった。効果が3体、ネリエル2体に、空格さんに折り目1体ずつ、そこもあまり1。はい、それからレベル上げ頑張っていきたいと思います。今回はここまで。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。今回は俺の勝ちだ。